次に青山大和さん、はい、吉田委員に引き続きまして、食品添加物、不使用表示ガイドラインについてお伺いをいたします。まず改めて確認ですけれども、今回のガイドライン作成は、事業者による任意表示の部分のみという理解でよろしかったでしょうか。また経過措置期間について確認させてください。委員長。はい、大臣。消費者の商品選択におきまして、この表示の正確性、非常に重要なことだというふうに考えてございます。その上で食品添加物の不使用表示につきましては、消費者を誤認させるような表示は禁止されているものの、基本的には任意表示となってございまして、表示を行うか否かはその表示方法、食品関連事業者等に委ねられているところでもございます。こうした状況下、無添加、不使用などの食品添加物の不使用表示につきましては、多くの消費者が商品購入の際の参考にしているにもかかわらず、表示禁止事項に該当する恐れが高いケースがあるものと考えられ、その背景には表示禁止事項が不明確であることが指摘をされていたところでもあります。このため義務表示制度を変更することなく、任意表示である食品添加物の不使用表示に関しまして、誤認させる表示等に基づく商品選択が行われることがないよう、今回のガイドラインを策定するものでございます。このガイドライン策定後は、食品関連事業者等におきまして、自らの商品の表示が消費者に誤認を与えるかどうかの自己点検、これを行っていただきたいと考えております。その結果、表示の見直しが必要となった場合には、包装資材の切り替え等に一定期間の期間が必要であることも考えまして、表示の見直しに関して2年程度の期間を設けることとしているところでございます。はい、青山さん。はい、大臣からもご答弁あったように、いわゆる消費者の皆様を誤認させないようにということで、今までの任意の表示についてルールがなかったからきちんと定めよう、すなわち消費者を保護する目的が、一番だというふうに思うんですけれども、一方でこのガイドライン作成に対して逆に消費者から大きな不安の声が上がっているのも事実でございます。これ事業者も含めまして不安の声も上がっています。これちゃんときちっとですね、説明しないと、消費者のために作ったものがなんか逆のようなイメージを受けている今の現状について、ここはしっかりと是正しないといけないなと私は思います。当然ですね、これまで、消費者の皆様の中には任意表示を頼りに商品を選んでいた方も当然おりますし、それがなくなる、なんかまるで急になくなっちゃうんじゃないかということで、何を頼りに選べばいいんだといった声も聞こえてきます。任意表示がなくなることで何を基準にして食品の安全性を見極めればよいのかという不安の声に対して、政府はどう答えるのか対応をお聞かせください。はい、若宮大臣。この本ガイドライン案はですね、現時点で消費者に誤認を与えるような表示禁止事項に該当する恐れが高いと考えられる表示について取りまとめてございます。食品添加物の不使用表示を禁止するものではございません。食品添加物は食品安全委員会で安全性が評価され、厚生労働省での審議を経て食品衛生法に基づき成分規格や使用基準が設定をされているところでもございます。しかしながら、これまでの消費者意向調査におきまして、この食品添加物は安全性が評価されること等について十分な理解がされていないということが明らかになっており、こういった現状を踏まえまして、本ガイドラインの作成後は、食品添加物全般に関しても消費者の皆様方にも正しく理解をしていただけるよう、表示制度と合わせて周知普及を行ってまいりたいと、こう思っております。はい、青山さん。はい、なんでね、こういうふうな、誤解が、一般的に生じてしまっているのかという中で、任意表示はなく、義務表示、義務の表示の 食品の表示について、やっぱりまだまだその存在とか読み解き方が一般の人には分かりにくいというか、知られてない状態が、その一つの理由かなというふうにも思っています。だから、
今回の任意表示がですね、なんかまるでいきなりなくなってしまうんじゃないかといったですね、誤解から今回のような不安の声が生じたのかなというふうにも思っております。今回のガイドラインにより、任意表示がですね、なくなる場面も出てくるのかなと思います。同時に義務表示である食品表示の読み方をしっかり普及させる必要も合わせてあるのかなというふうに思っております。例えばオンライン無料講座のような一連の動画で食品表示の読み解き方を解説する講座を消費者庁ホームページのトップページに分かりやすく配置するなど、思い切った工夫が必要ではないでしょうか。現状では消費者向け、事業者向けとページが分かれており、食品安全総合サイトという消費者向けの別のサイトも用意されていますが、いずれのページでも改正についてのパンフレットなどの文字情報は置かれているものの、目的地までたどりにくい作りになっております。併設されている消費者教育用の教材検索サイトもありますが、こちらも食品表示の改正パンフレットにようやくたどり着くといった感じであり、まずは食品表示の全体概要を学ぼうとする場合には非常に分かりにくい内容となっております。なお動画で食品表示改正を解説するものもありましたが、ちょうど今回の質問にですね、備えようと思ってそのリンクをクリックしたらですね、Not found ということでですねページが機能しておりませんでした。これが現状だと思います。そんな中でですね、今回のようなタイミングで、ガイドラインの改正を行うことによってですね、逆になんか誤ったメッセージを与えてしまうのかなというふうにも感じたところでございます。この制度を作る政府が一番当然制度について正確に説明できるはずです。消費者が民間の講座とか出版物よりもまずは消費者庁がホームページで学ぼう、頼りにしようという真っ先に消費者が思えるような義務表示の食品表示そのものについての読み解き方を学べるオンライン動画の無料講座をトップページなどで配信し、理解を積極的に広める試みをするなどどうでしょうか。またコロナが始まって以来、動画視聴が以前よりも社会的に受け入れられやすくなっており、文字情報よりも動画の方が理解しやすいとの利点もあります。ぜひ前向きに検討をしてほしいと思ってますが、いかがでしょうか。委員長。はい、大臣。今委員がおっしゃってますように、この食品の表示、これはまさに消費者が商品を選択する場合にあたっての重要な判断材料だと思っております。この消費者の皆様方への普及啓発については、これまでも消費者団体と連携をいたしまして、全国における食品表示制度セミナーを開催をさせていただいております。他の事業者団体や地方公共団体からの要請によります食品表示制度の説明会へ講師の派遣なども行ってございます。またさらには消費者の皆様方向けのパンフレット等の作成および配布も行っているところでもございます。委員がおっしゃるとおり、確かにコロナ禍である状況を踏まえますと、やはりオンラインでの説明会、これも一部開催説明会の動画をですね、ウェブサイトで配信することなども行ってはおりますけれども、まだまだ足らざるところがあるのかもしれません。また先ほどご指摘いただきました、ノットファンドになっちゃったというお話でございました。どういう状況かちょっと私も分かりませんが、そういったことがないようにですね、さまざまな場面で引き続き工夫をしながらですね、消費者の皆様方が身近でご理解がいただきやすいような形での普及啓発、行ってまいりたいと、努力してまいりたいと思っております。はい、青山さん。早急に改善できるところは早急に改善をほしいというふうに思っております。そして一層の周知の徹底努力の方をですね、重ねてお願いいたします。ちょっと質問の観点を変えます。任意表示でですね、任意表示で例えば人工甘味料を使用していません、化学調味料を使用していませんという記載は、いわゆる人工化学的な合成添加物と天然物からの抽出物との差別化に価値を置いて、食品を選択する消費者や製造工程で努力をする事業者にとってよりどころとなる意義のある表示だと私は思います。
また内容が事実に即している限り、誰も困る人は出てこないというふうに思います。今後、どのような書き方をすれば、これまで通り消費者が求め、事業者を重きを置いているこのような価値を伝えられることができるのか、政府からこの任意表示の書き方についての例を示してはどうでしょうか。例えば、その調味料を抽出する過程を事実に即して記載すれば問題ないのでしょうか。今回寄せられている疑問や不安の声に答えていただきたく、政府の見解を伺います。はい、消費者庁村井政策立案統括審議官。お答えいたします。これまでもご説明させていただいておりますとおり、本ガイドラインは現時点で消費者に誤認を与えるような表示禁止事項に該当する恐れが高いと考える表示について取りまとめたものということでございます。今委員の方からご指摘ございました食品添加物でございますけれども、食品添加物は食品衛生法においては化学的合成物とそれから植物からの致死物等の天然物とに差は設けられております。いずれも使用が認められております。これに倣い食品表示基準においても化学的合成品と天然物に差を設けず原則としてすべて表示をすることとしております。これに加えまして、人工合成といった用語には具体的な根拠や規定がないことや天然物の消費者の理解に影響しているということから、令和2年に食品表示基準を改正をいたしまして、添加物表示における人工および合成の用語を削除したところでございます。この中で、このような中で例えば消費者がこれらの用語に悪い印象を持っていた場合、人工甘味料不使用等の表示は実際のものより有料または有利であると誤認させる恐れがあるものと考えております。このため人工あるいは合成といった用語を用いず、単に着色料不使用と事実に即して任意に表示することや、不使用表示ではなく、例えば実際に使用した調味料についてその製造を抽出する過程を事実に即して任意で表示していただくことは可能であると考えております。はい、青山さん。なのでまあ、やっぱりいくつかね、ちょっと具体的な分かりやすいこう例示なんかを示してくれた方が、まあ事業者にとっても消費者にとってもいいのかなというふうに思いますので、ちょっとその辺はですね、少し検討をしてほしいなというふうに思っています。おそらく消費者庁の皆さん、まあ先ほど大臣の答弁からあったように、消費者の利益のためにやろうとしていることですし、それは別に事業者の企業努力を縛るものではないというふうに理解してますけども、なんかそれが世間に誤ったですね、伝わり方をしているのは非常にもったいないのではないかというふうに思います。まあ、先ほど大臣のご答弁でも経過措置も2年というふうにあったと思うんですけども、なんかこれ始まったからつってすぐに一斉に取り締まりとかするわけじゃないですよね。一応確認ですけども質問させてください。はい、村井審議官。お答えいたします。本ガイドライン、まず食品管理事業者等において自らの商品の表示が消費者に誤認を与えるかどうかの自己点検を行う際にですね、用いてもらうことをですね、考えております。本ガイドラインの策定後、放送次第の切り替えに一定程度の期間が必要であることと考慮し、ご指摘ありましたとおり、表示の見直しに関しまして2年程度の期間を設けるということにしております。事業者には2年に満たない間においても可能な限り速やかに見直しを行っていただくことによって不適切な表示が防止されることが期待されると考えておりますが、ご指摘があった通りですね、2年間まあそういったことで自己点検期間ということで位置づけておりますので、まあその間はまさしく事業者の方で実績に対応していただくことを考えております。はい、はい、ありがとうございました。あくまでもまあその自己点検するねということを促すということで、消費者の利益のためにやったというような認識で確認させてもらったので、以上でまず質問を終わりにさます。ありがとうございました。
次、次に大西